ランツベルク・アムレヒは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルク・アムレヒ軍に、属す大規模軍都市で、同軍の軍庁所在地である。この中級中心都市は、ミュンヘンの西約 55km、アウクスブルクの南約 38km の、ロマンティック街道沿いに位置し、ドイツ気象庁によれば、ドイツで、最も日照時間の長い都市である。 ランツベルクは、コバイエルンとシュバーベントの国境領域であった、レヒライン地方最大の都市であり、中心都市である。この都市は、レヒ川の包みの上に位置する、その立地と保存状態の良い見どころの多い旧市街を有することから、バイエルンのローテンブルクというニックネームを持つ。広い領域の企業があり、近代的な専門領域の複合体である、この都市は、 ミュンヘン計画地域の中で成功した経済都市の一面も持っている。レヒ川対岸から見た旧市街本市は公式には10の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ランツベルクの中心部である歴史的旧市街は、レヒ川とその東岸の高い包みの間に位置する。 レヒ川西岸の地域と東の包みの上の地区は19世紀前半以降に建設された外区である。1135年頃にフェティーネという後にランツベルクアムレヒの地域に含まれることになる入植地が初めて文献に記載されている。この時にはまだ都市圏を有してはいない。ハインリヒシコシ向は1158年に 重要な潮の交易路を南寄りのルートに移した。このために、フェティーネ付近でレヒ川に橋が架けられた。それまで塩街道は、カウフェリング付近の都市地でレヒ川を渡っていたのである。この橋を守るために確保した、フェティーネ城の下に、カストルム・ランディスパーチと呼ばれる、新しく大規模な城が建設された。 この城はやがてベストブルンの修道院の大官が駐在する城となり、アウクスブルク市教に対する国境の防衛を担った。この城の日ごかで入植は急速に増加し、13世紀にはすでに都市圏を有し、ランディスパーチと呼ばれるようになった。これが発展し、現在のランツベルクアムレヒとなったのである。1315年にこの町は、 ルートビヒフォンバイエルンとフリードリヒビオーとの戦いで消失した。この都市は戦略上重要な位置にあるためすぐに再建された。バイエルン公もこの再建を支援した。1320年、この都市に塩に対する税金を徴収する権利が与えられた。ザルツプフェニーヒと呼ばれるこの税金により害はかなりの富を蓄えた。 1353年に最初の塩蔵が建設された。この蔵に塩が蓄えられ、売買された。17世紀までにこの蔵は三棟になっていた。20世紀になると、ランツベルクの塩蔵は消防署の本部として利用され、さらに1990年代にランツベルク市立図書館、レヒシュターデルに改装された。塩以外の交易、特に穀物や、 木材も、レヒ川を使って輸送された。この町の人口は絶えず増加を続け、1415年と1435年には、支壁の拡張が必要となった。これによりランツベルクの北部と東部は大きく拡大した。1419年に、バイエルン港エルンストは、川の通行税徴収を許可し、その収入は、 ランツベルクの防衛施設建設に充てられた。1425年には市外への東の入り口として、バイエルン門が造営された。この門を通って塩街道は、市内へ通じていた。エルンストコは1429年に、現在も使われている市の紋章を授けた。また、彼は1437年に、ユングフェルンゲルト制度を設けた。ランツベルク市民は、 税収入の中から毎年40プフェニヒを二人の若い娘に婚師として渡すことが義務付けられた。1580年頃のランツベルク・アムレヒ1762年に初めて番地制度が文書によって確認される。現在も有効なこの番地制度は1790年に固定された。現在の通りの名前とは無関係に。 ハウプト広場の1からホーフグラーベンの 496R まで番号が付けられた。添え版の A、B、C、あるいは1、2、1、3、1、4は分割されたり後から建てられたものであることを示す。国家社会主義ヒトラーが常細筋固形に服し、我が闘争を執筆したランツベルク刑務所ランツベルクは、この地で一時期常細筋固形に服していた。 アドルフ・ヒトラーを介して国家社会主義の上で重要な役割を演じたのかもしれない。ヒトラーは禁庫刑服役中の1924年に我が闘争を執筆したからである。その刑務所のあるランツベルク・アムレヒは1937年から1945年までミュンヘン・ニュルンベルクに次ぐ国家社会主義第三の中心都市であった。ランツベルク ユーゲントの街のスローガンの下、ヒトラーユーゲントの中心地として知られていた。ユーゲントのパレードのための巨大なスタジアムが計画されたが、建設には至らなかった。1944年、第2次世界大戦末期にランツベルク及びカウフェリング周辺に11の施設からなる外部、強制収容所群が建設された。これらはカウフェリングと総称されたが、司令部は、 ランツベルクに置かれていた。1944年6月18日に、アウシュビッツからまず約1000人の収容者がカウフェリングに、一掃された。軍備プロジェクト、リンゲルタウバー作戦に基づき、新型のジェット戦闘機、メッサーシュミット目262を製造するため、巨大な地下沿平号を建造するためであった。木が、霊気。 シフスをはじめとする薬病が蔓延する劣悪な宿泊施設での強制労働が終戦により強制収容所が解体されるまで続き収容者らはこの強制収容所を冷たい火葬場と呼んだ1944年10月末までは働けなくなった収容者はアウシュビッツに送還されガス室で殺害された 1944年10月以降は収容所内で亡くなった。遺体は周辺の共同墓に埋められた。1万5000人の収容者がユダヤ人撲滅の最終フェーズをこの収容所内で生き延び、1945年4月27日にアメリカ軍によって解放された。レヒ川の河原にあるペッシンガーアウのビルトパークにかつて ドイツに100基あったシュラーゲター・シュタインの一つがある。この石は、レジスタンス運動の闘志アルベルトレオ・シュラーゲターの栄誉を記念して建てられたものである。1945年、ランツベルク・アムレイヒ周辺の強制収容所に収容されていたユダヤ人収容者らは住む場所がなく難民化した。彼らの多くは、親類縁者もなくしており、帰る場所がなかったのである。 この他に何千人もの DP がランツベルクで連合軍によって保護された。1945年5月9日にアメリカ軍はザールブルク兵舎内に DP キャンプを設けた。1945年末、ここには約7000人の DP が住んでいた。しかし、ユダヤ人 DP は約2万3000人いたのである。ランツベルク市民と DP の関係は多くの心に、 傷として刻まれており、問題がないわけがなかった。人々は、門前の収容所生存者に恐怖を抱いていた。1947年から1948年まで、ランツベルク・アムレヒ・ dp キャンプで、ホロコースト生存者の運命を描いたイリッシュ語の、ドイツ映画、ラング・イスト・デアベーク・ベイクが撮影された。主演は、イスラエル・ベイカーで、 この街には彼にちなんで名付けられた通りがある。イスラエル建国後、ランツベルク DP キャンプは次第に通過収容所となっていった。かつての強制収容所収容者はここで社会復帰に努め、イスラエル、USA、その他の国への移住の準備がなされた。DP キャンプには学校や作業場が整備され、9つの器物が形成され、さらに、 キャンプ内の新聞イリッシュランズバーガー過絨毯が刊行されていた。1950年4月までに DP キャンプの収容者数は1500人に減少した。DP 収容所は最終的に1950年11月1日に廃止された。1945年から1958年までの間、ランツベルク刑務所は占領国によって ドイツ人戦争犯罪者を収容するために用いられた。1946年にこの刑務所はアメリカの第一戦争犯罪者刑務所に指定された。1951年までにランツベルクでは有罪判決を受けた戦争犯罪者の刑が執行された。その正確な数は279人から300人以上の間で議論の対象となっている。 ランツベルク・アムレヒの市議会は、30議席からなる。歴代の市長は、以下の通りバイエルンモン、ハウプト広場とシュマルツとランツベルク旧市街とマリア、非常店協会中核地区エアプフティングのマリア愛避、礼拝堂校外区職業、教育上級学校特殊学校をかつて、国家社会主義の中心的な重要都市であり、 軍事施設が近隣あるいは市内にあったにもかかわらず、ランツベルク・アムレヒは、ドイツの軍庁所在地の中で、連合軍による空爆被害が最も少なかった都市の一つである。新聞の記述によれば1944年4月に、ミュンヘンへ空爆に向かう一機の戦闘爆撃機が、現在のゲオルク・ヘルマイヤー広場に面した、中西風の家屋に小さな爆弾を投下した。 169番地のこの建物は現在カフェとして営業しているが、1980年代の初めに保護、文化財として再建されたものである。これらの文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版の作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。